どうも、こんにちはでございます。なんかコードが邪魔だ、コードが。まあいいか。それでですね、今日お送りするのはですね、緊張るではなくてですね、辛ラーメン激辛でございます。辛ラーメン激辛。辛ラーメンはもういいね。韓国のおなじみの、辛い、ラーメンなんですが、その激辛バージョンが発売されたので、辛ラーメン激辛を、いただいてみるという、それだけの動画でございましてですね。辛ラーメンのカップ麺って前回ご紹介した通りですね、まずいんだよね。まずいんだけどさ、まずい上に激辛っていうのがさ、一体どんなもんなのか、ちょっと経験してみるのはいいなと思ってさ、まあ買ってきたっていうさ、まあ一種の自殺行為ですね。はい、自殺行為ってことで今日は動画でお送りしますね。俺は大体辛いのが苦手なんだよ。で、辛ラーメンはさ、あの、袋麺はね、すごく美味しいんだけどさ、カップ麺さ、めっちゃまずいんだよ。で、ちなみにここにですね、激辛、突き抜ける辛さと書いてあるんで、本当に突き抜けるかどうかね、突き抜けるかどうか、カエルちゃんジャンプするかどうか実験してみたいと思います。まあ、要するに人体実験です。ただね、何度も申し上げる通りですね、これは普通にスーパーマーケットで売ってるものでございますので、危険な行為ではございませんので、あのカップラーメン、これはですね、普通に日本の国内のスーパーマーケットで売ってるものを私が食うというだけの動画なので、危険行為ではありません。だから YouTube のガイドライン範囲にはならないのでありますね。で、ちっちゃい子供が食って、すげえ辛い。うわ、匂いやんか、これ。めちゃんこ。いや、あの、もしかしたらガイドライン違反になるかもしれないね、この辛さね。まあ、ガイドライン違反スレスレの辛さですね。まあ、スーパーに売ってるものを俺が食うだけなんで、しかも僕はもう57歳でもうすぐ還暦の成人男性でございますので、それが自分で買って自分で勝手に食うだけでございまして、これが食いたくないという人に強制的にですね、食わせるということであれば当然いじめ問題とかそういったガイドライン違反が出てくるわけでございますが、私が私の金で買ってきたラーメンを、しかも普通のスーパーマーケット日本国内で食品として売っているこのラーメンを私がただ食べるというだけの、行為でございますので、しかも私は誰に言われるまでもなく、再生数を稼ぐために自分で食ってるだけでございますので、あのガイドライン違反にはなりません。ただですね、ガイドライン違反にはならないんだけど、今回のこれやっぱこれ匂いだよな。うわ、すげえ匂いだ、これ。これはやばいんじゃね、やっぱり。もともと辛ラーメンって辛いからね。もともと辛い上にさ、やっぱこれコーラはちょっと用意しとくと危険なら、カエルちゃんシステムを忘れていい。カエルちゃんシステムっていうのは私の動画初めてですね、あのご覧になる方、このですね、カエルちゃんをですね、押すとですね、自動的にドアが開閉するということでございまして、あと押しすぎるとまた開いてしまうということなんで、この辺で微妙なラインでカエルちゃんを押すのをやめないと、まあ、ピタッと止まらないと、まあ、こういうことになったわけでございますね。ホワイトボードが倒れた。ホワイトボードこれ邪魔だな。ちょっとここに立てかけとく。ホワイトボード。ここがいつも私メインチャンネルの動画撮ってるところなんですけど、その脇でいつもサブチャンネルを撮ってるということでございまして、それじゃあですね、早速ですね、辛ラーメン激辛をいただきたいと思いますね。危ないぜ、これ。うわ、匂いからしてすげえ、これ。突き抜ける辛さっていうことでやっていきたいと思いますね。一応危険なので、あのね、なんか俺も随分激辛食ってきたけどですね、汁物が一番危ないですね。汁物はですね、この唐辛子が、滞留してこう、下に沈むのね、唐辛子は後半になればなるほど危険ですね。カレーより、麺の方が危ないね、基本的に。同じ辛さでも、うん。だから、D50倍、カレーうどんとか出たら結構危険かもしれないですけどね。汁物の方が基本的には危険ですね。じゃあいただいていきましょう。この前辛ラーメンね、食ったけど、袋麺の方はなかなか美味しいんですけどね。カップ麺まずいんだけどね。だからまずい上に激辛っていうね、何の救いもない。何の救いもないぜ、まずい上で激辛ってよ。俺は大体辛いの苦手でさ、いつも、ココイチとか行ってもさ、0倍とか食うような人間だから、いただきま、カレーは僕はいつも甘口っていう人間です。いただきます。うん。わあ、一口目から結構もう口の中でピリピリするから、
これ相当やばいぞ、これ。やべえな、これタオルとか用意しとかないとダメ。タオル、タオル、タオル用意しとか、タオル、タオル、タオル。タオル。昨日ね、ワークマン行ってきてね、タオル10枚セット買ってきたんで、これで、これ10枚入ってこれ1000円なんですけど、980円なんですけど、このタオルをこう1枚出してですね、ちょっと、待機させてもらえる。昨日ワークマンで買ってきました。タオル10枚セットね。で、1枚昨日お風呂入ったのに使ったんで、うん。で、こう首にかけてこう待機して。危ねえよ、これ。いただきま、もう食ってたけどさ、あ、来るな、これ麺よりもスープの方が辛いんですよ。だからスープをですね、最後に残すと地獄を見るんで、最初にちょっとスープを飲んでいきたいと思うんですが、危険だな。うわ、カレー辛いわ。このスープがこう下に滞留するので、唐辛子がこうよくかき混ぜながら飲まないと、最後の三口ぐらいのスープが地獄になるんですよ。僕もですね、随分激辛をもう食ったんで、かなり勉強してます。かなり勉強してるんで、なんか五木ひろしみたいになっちゃう。あっつよ、なんか五木ひろしのこうモノマネとかあってね。うん、まだまだ大丈夫だな。これ後半になればなるほどきついんですよ。それで口の中に唐辛子が滞留してきて痛くなってくるので、で、いつもやるのはこの麺だけ食べて平気だっつって、で、ある程度口の中が唐辛子溜まったところにこの汁を飲むので、その汁を飲んで最終的にとどめを刺してですね、パニックになって終わるというですね、あ、パニ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 みたいになるのが今までの失敗事例なんで、スープをいっぱい飲みながら少しずつ麺も食べていくということにバランスを持つことによって、最悪の事態を回避していきたいと思いますね。最悪は回避しないとね。うん、うん、だ、麺だけ食ってる分にはね、なんかそれほど大したことない。ただなんか赤い塊がなんか浮いてたな。徐々に来るわ。ちょっとね、やっぱこのスープをちょっと飲んでよくかき混ぜて、あ、来た。あ、やべえ。あっべえな、これ。よし、このパッケージに偽りなしだね、このね。あ、よし、大丈夫。立ち直った。あ、やだ、来る、来るよ。涙出てくる、涙。よし、行くぞ。激辛辛ラーメンなんですね。味はどうかって話なんですけど、わかんないっす。わかんないっす、もう辛すぎて。うん。多分、今までの辛ラーメンと同じであんま美味しくないと思う。もうわかんない味なんか、もう辛すぎた。うん。やっぱスープ飲んでるときは一番危険だよな。うん、で、突然ですね、こう油断してると一気に来るんですよ。うん、その辺がありますね。でもまあ、こうやって食っちゃうものが食ってるってことは、まあそれなりなのかなと思いますね。うん、まあともかくなんか無駄に激辛みたいなのがどんどん出てるよね。あ、ちょっとごめん。大丈夫です。
よし、いけるぞ。後半は一気に食わないと、途中で立ち止まると一気に爆裂するので、一気に行きたいと思うんですが、いよいよなんか後半残ってくるほど痛いな。まあいいや、頑張ろう。ああ。あ、ちょっとこぼすとこだった、今危なかった。ちゃんときちっと置いて、でコーラを、コーラで口の中、あ、痛い。ちょっと待って、うん、最後の何口かはちょっと冷静な、ちょっときちっと、痛えな。よし、大丈夫です。よし、大丈夫だ。よし、行くぞ。痛えな、しかしこれな。さて、やっべえな、たすきがけみたいな。じゃあいただきます。最後ね、まだ冗談言ってる余裕があるからね、それほどね。あ、でも時々ね、突き刺すように、この汁もんってね、カレーと違って、そのカレーは口の中全体が常に痛くなんだけど、まあね、突き刺すような痛さ、うん、あ、痛い。大丈夫、残りちょっとだけだから、一気にいただきたいと思います。これカレーな、やっぱな。最後やっぱりそこの方にものすごい唐辛子が溜まってて、大変失礼しました。全部食べきります、僕は。うん、食べきります。OK です。全部食べきったということで、今回も無事、ガイドライン違反なしで無事食べきったということで、まあ普通に日本の国内のスーパーで売っている普通の激辛ラーメンを買ってきて、そして誰に強制されることもなく僕ちゃんが自分で買ってきて、自分の希望で自分が食ったという、それだけの動画でございますので、どこもガイドライン違反はないのでありますということで、どうもごちそうさまでした。失礼します。